そういう自分の夢も明確に持たずに、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくためにどっかでそのね給料もらいに行くと。でも今は現状それしか仕方ないじゃんと言ってる間に人生あっという間に終わるから、あっという間ですよ本当に。あっという間に50代になり60代になる。そうは言うけど現実はこうだからって言って目先のね、そんな夢物語ばっかり語っててもダメだと、とりあえず目先の現実を踏まえてとか言ってる人ほどその現実の世界から逃れられないまま人生が終わる場合が多いと。現実が厳しいからこそ自分の夢を、自分の人生に対するビジョンを僕はしっかり持つべきじゃないかな。志高く。一つだけせっかくの機会で同じ部屋にいたら覚えていてほしいことは、志高く。人生一回しかない。皆さんが登りたい山を、自分が登りたい山を決めてほしい。自分の人生を何にかけたいのか心に決めてほしい。遅くなりすぎると、残された人生の年限が少ないと、実現できる可能性がその分減ると。早く志を持った者は強い。自分の人生を無駄にしないということですね。ぜひ皆さん、一回しかない人生を無駄にしないでください。大切にしてください。自分の登りたい山を決めないで歩くということはさまように等しい。一生懸命歩いたって、みんな一生懸命生きてるんです。皆さんの親も、皆さんの友達も親戚も、みんな一生懸命生きてるんです。だけどね、登りたい山を決めてない人、腹の底から決めてきれてない人が実は 99% なんです。なんとなく人生を過ごしてる、ね、99% の人がしっかりと腹の底から自分の登るべき山、自分の夢、自分の志を決めきれてないということですね。ぜひこのことだけは覚えておいてください。自分自身のために、僕の言った話は全部忘れていい。皆さん、自分自身のために、自分の人生って何だと、自分は何のことを成したいんだと、その一点だけは決めてほしいと。大切ですよと。自分の人生だということであります。